ゲオルク・プリンツ・フォン・ザクセン=マイニンゲンは、ザクセン=マイニンゲン多可町。ゲオルク三世とも呼ばれる。ザクセン=マイニンゲン公子フリードリヒと、その妻のリッペ・ビースターフェルト伯女、アーデルハイとの間の長男として、ヘッセン・ナッサウ県のカッセルに生まれた。ゲオルクは、ミュンヘン大学とイエーナ大学で法学を学んだ。第一次世界大戦が始まるとゲオルクは学業を中断し、ドイツ軍の騎兵隊員として従軍した。ドイツ革命に伴い諸公国の君主制が廃止されていく中、ゲオルクの叔父ベルンハルト3世も1918年11月10日に退位した。戦後、ゲオルクは法学の勉強を再開し、一時はチューリンゲン州のヒルトブルクハウゼンで判事補を務めていた。1933年5月1日、国家社会主義ドイツ労働者党に入党した。1941年12月29日に、叔父のエルンストが死去すると、ゲオルクがザクセン=マイニンゲン化の家督を継承した。1946年、北ロシアのチェレポベツにあった捕虜収容所で死去した。ただ一人生き残っていた男子フリードリヒ・アルフレートは1953年にカルトジオ会の修道士となって皇位継承権を放棄したため、ゲオルクの弟ベルンハルトが課長となった。1919年2月22日、フライブルクにおいて、シュミジンク・ケルセンブロック・コルフ伯爵令嬢、クララ・マリアと結婚し、マニに男2女を設けた。ありがとうございます。